はい、皆さんこんにちは。お待たせいたしました。JFA ウィーリーグ女性リーダーシッププログラムシンポジウムをこれより開催させていただきます。まずはじめに JFA ウィーリーグ女性リーダーシッププログラムの概要について簡単に説明させていただきます。こちらのプログラムは女性活躍推進を社会全体で取り組む必要があり、また日本では、日本社会全体で非常にそれが遅れているということ、そしてスポーツ競技団体も社会の中でばかりでなく非常に遅れがあります。その課題に取り組むためにスポーツ団体ガバナンスコードの実施を準備する動きが議論されてまいりました。で、一方でサッカー界も非常に遅れていて、で、世界のサッカー界の中でウィメンインフットボール、サッカー界の中で活躍する女性の活躍を推進するという動きが近年非常に活発に議論されるようになってきていました。で、翻って日本サッカー界を見たときに、やはり女性役員やあらゆる場で活躍する女性人材が不足しているというふうに考えました。そのためこの状態を変えるには、やはり戦略的な育成を強化する必要があるというふうに考えました。その流れの中でサッカーのトップリーグ、女子サッカーのトップリーグをプロ化をするという動きの議論が始まりました。で、ウィーリーグ、ウィメンエンパワーメントリーグの開催について、この議論が進んでまいりましたが、その新リーグの設立の意義として、女性活躍社会の牽引というのをまず第一義に置こうということで、それをコンセプトの第一位に掲げ、社会的な価値を持ったリーグとしてスタートすることといたしました。その中で、リーグで参入するクラブでは、女性を運営、女子部門を運営する人材の 50% を女性にしていただきたい、また、取締役というか決定、意思決定機関の1名は必ず女性にしていただきたいというふうなコンセプト、配置目標を掲げさせていただきました。で、こういったいろいろな社会的動きがある中で、今こそ女性役員育成に実際議論するばかりでなく具体的に取り組むべきという時だと考えます。で、配置目標を先ほど掲げさせていただきましたが、配置目標を掲げて配置するだけでそれが機能するとは思っておりません。それを機能させる、確実に機能させることが非常に重要であって、機能するためのサポートを行おう、そしてなぜこういった女性が活躍することを推進した方がいいのか、多様性の意義をしっかり、なぜ多様性が大事なのか、多様性の方がいいのかっていうことをサッカー界の中で積極的に実践をし、それを示していこう、そしてそれをスポーツ界、社会へ伝えていきたいということを考えたというのが、このプログラム設立の背景です。で、プログラムの概要です。目的、サッカー界、スポーツ界を牽引する女性役員、経営人材を育成すること、日本公益財団法人日本サッカー協会、そして日本女子プロサッカーリーグ、ウィーリーグの共催、主催とさせていただいています。受講資格としては、まず第1期生に関してこちらの資格を挙げさせていただきました。今後組織での経営人材として活躍する予定のある女性です。旧地域47都道府県サッカー協会において副会長以上の役職に就くもの、ウィーリーグ参入予定クラブの経営人材候補者、その他サッカーおよびスポーツ関連団体における経営人材候補者です。昨年の10月からこのプログラムを開始しまして、4回4週末使いまして、今回のこの昨日と今日、2月27日土曜日、28日日曜日がこの第一期生のコースの最終モジュールとなります。で、こちらの内容としましては、プログラムの柱、女性とジェンダー理解、そしてマインド変革、経営リテラシーの獲得ということを掲げさせていただきました。で、 e ラーニングや課題図書、そして講義でさまざまなインプットを行う一方で、それをグループワークや対話で試行し、アウトプットとして今回個人として、また組織としてどのようにこの女性活躍推進を進めていける、生きうるかということを各自プロジェクトの発表をしたところです。一方でメンターの制度であったり、縦横のネットワーク、
グループでのネットワーク、そして、その女性が勉強する意識を変えるだけではなかなかこれは解決していかないので、各自自分の組織 の、 あの関わりをあの持って、そこにも理解を進めていくということで、受講者全員がそれぞれ自分の所属の組織についてこの意義だってあったり、やっているプログラムの内容のフィードバックをずっと繰り返し行わさせていただきました。今回の1期生こちらの12名になります。先ほど挙げさせていただきました47都道府県サッカー協会のうち 3FA が、副会長女性です。そして、WE リーグ、決定したクラブ、また WE リーグを目指すクラブの女性人材、フットサル連盟からの女性人材、そして JFA、WE リーグの人材、こういった人材12名で行いました。非常に良い人数で非常に良いグループができて、大変いい成果が出たというふうに思っており、今後のこの彼女たちの活躍というか行動が期待されるところです。で、本日もこのシンポジウム、この受講生、そしてこの受講生が所属する組織の組織の皆さん、また、47都道府県であったり、連盟であったり、今後こういった女性活躍の課題に取り組んで行こうと思っていただけるその関係者の皆様、そしてメディアの皆様に聴講していただいております。今回のこの、プログラムがこの1期生の最終講義の最後のプログラムとなります。ではシンポジウムよろしくお願いいたします。ここからは、ファシリテーターの山口香織さんにお渡しいたします。山口さん、どうぞよろしくお願いいたします。ただいまご紹介をいただきました山口香織と申します。本日はファシリテーターを務めさせていただきます。今私は筑波大学で教鞭を取る傍ら JOC の理事、そしてこの JFA の理事もしておりまして、そういったことから女性活躍、スポーツ界での女性活躍っていったところもですね、進めてきた立場でもありますので、今日はそんなお話をいただければと思います。また今、今井さんからお話がありましたように、この、女性のリーダーシッププログラム、この最後をこのシンポジウムで締めるということでですね、最後にふさわしい提言といいますか、これからに向けたそんな話ができればいいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは早速、本日のシンポジストの皆様を、ご紹介させていただきたいと思います。まずはじめに皆様方から私簡単に、ご紹介しますので、自己紹介、そしてこの、女性のリーダーシッププログラムについてでも結構ですし、これからの女性活躍のあり方、そんなところもですね、お話を少しいただければというふうに思っております。それでは初めに、公益財団法人日本バスケットボール協会会長であられます三谷優子さんです。よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。日本バスケットボール協会三谷でございます。今は、バスケットボール協会というところで、お世話になっております。で、そもそも、このプロフィールにありますように、私は競技としては、バレーボールをずっとやってまいりました。で、そのバレーボールも、ロサンゼルスオリンピックで、現役を引退したんですけれども、その前モスクワオリンピックのボイコットという、さまざまな本当にいろんな経験をして、でバレーを終えたんですけれども、その後教員、そしてメディアとかいろんなところにお世話になりました。で、今はいくつかの企業の社外役員もやっております。で、そもそもですね、バレー選手がなぜバスケットってよく言われるんですけれども、これはサッカーの川淵キャプテンが、バスケットの混乱を収めてくださって、その後を引き継いだということもあります。で、その前に川淵さんからお電話をいただいて、三谷さんバレーで何かやってるのっていうか、やってませんって言ったら、じゃあサッカーに協力してよって言って、1998年 J リーグの理事としてお世話になったところから、別にバレーにこだわらず、サッカーだったりバスケットだったり、お声かけていただけるところにお世話になろうっていうふうなことでやってまいりました。受講されている方々に一言メッセージをというふうに思うと、私はできるできないで物事あまり決めません。で、できるかできないかで物事決めてしまったら、じゃあその競技人生の中で
私たちは、私はバレーボールですけど、バレーボールって常に、サッカーの方もそうですけど、できないことにチャレンジするのがアスリートです。でそういうやっぱりスピリットはどんなところでも私は生かしてほしいと思ってますので、ぜひできるできないで物事を判断するのではなく、やってみたいかっていうふうなことで判断する、それが私はやっぱりこれからの女性活躍の道を大きく開くポイントだと思ってますので、ぜひ今回の受講生の方々も、できるできないで判断せずに、言えた いわば自分らしさっていうものをこだわり抜いてほしいなというふうに思っています。今日はよろしくお願いします。ありがとうございました。私三谷さんにちょっと伺いたいことがあってですね、私が当時思っていたのは、バレーボールというのは高校卒業したら実業団に入って活躍するっていうのがすごく一般的だった、だと思うんです、三谷さんの時代、でもその時にあえて大学進学を選んで、で結構これダメだなっていう雰囲気ありましたよね。大学行ったら女子はもうダメだみたいな。でもそれでも大学を選んで、そしてオリンピック選手になってっていう、で多分そういったことが今につながってらっしゃると思うんですけど、どうしてそういう道にを選ばれたっていうか、何なんですかね。だって選手終わってからの人生の方が長いじゃないですか。はい、でそこでじゃあ選手としていくら例えばメダル取ったって、それで変な言い方すればそれで食べていける時代じゃなかったし、私たちの頃はプロなんてなかったので、だったら選手終わってからの三谷優子の人生って一体どうすればいいんだろうっていうところがあったので、ここはやっぱり女性も男性も同じような立場で職業を選べるとしたら先生しかなかったんですよね、その当時。で私たちの頃は、多分皆さんは分かんないかな、結婚と同時に退職っていう寿退社っていう言葉がまだあって、で女性はクリスマスケーキって言われて24までは飛ぶように売れるけど、25過ぎると売れ残るって言われた時代に、22まで大学行くっていうのは女性としてもちょっとまずいっていうところもあったし、それからオリンピック行かないんですねって、アスリートとしても、大学行くならオリンピックやめるんで目指さないんですねっていう、一つのこうそういうステレオタイプ的な考え方の中で、私はやっぱりバレーボール終わった後の自分の人生も私の人生なので、そこで男の人でも女の人なく平等に働ける教員っていうのを目指すところで一番、筑波大学っていうのが私にとっては一番いい環境だったので、そこを目指したっていう、すごくシンプルな考え方です。なんか今聞くとそうだなと思うんですけど、つまり高校時代にそれを選択するって方は高校時代にそういう意識があったってことで、それがなんかすごいなと思うんですけど、親の影響ですよね。親の影響ですか。福井県って、共稼ぎ率がすごく高いんですよ。うちの親も働いてましたし、専業主婦っていうのがあまりなくて、専業主婦の方っていうのはちょっと病弱な方って言われるぐらい、そんな感じの土地なんです ね、はい、だから女性は働くのが当たり前で、うちの母もそうだったので、私あんまりこう働かないっていう人生が自分の中になかったし、当時からこんなに大きかったんで、こんなに大きい私が普通に働けるで、この身長を生かして働けるのはやっぱり教員だろうなっていうのがあって、はい、もうすごいすごいやっぱりコンプレックスだったので、自分の身長って。でもなんかその当時のスピリッツがなんか今にもずっとなんか三谷さんの生き方を見てると、なんか私はあるなっていうふうに思ってますので、この後もいろんなお話伺えると思います。よろしくお願いいたします。それでは続きまして、公益財団法人日本ラグビーフットボール協会専務理事兼 CEO、 そして男子セブンズ日本代表ヘッドコーチの岩渕健介さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今ご紹介いただきました、日本ラグビー協会の岩渕です。今日は貴重な機会をいただきました、ありがとうございます。私自身は実はサッカーとの関わりというのは多少ありまして、今の田島会長がですね、まだ私は田島先生とその頃呼んでたんですが、日本代表でプレーをしていた時に、当時の田島先生に代表の合宿に来ていただいてですね、キックを教えていただいたことが実はございます。
その頃は多分すごくなんて言うんでしょう、珍しかったことだと思うんですが、いろんなスポーツが交流し合うというのは多分あんまりなかったことで、その頃、当時監督は平尾さんでして、平尾さんと田島先生の多分ご縁でいらしていただいて、キックを教えていただいたというのはもう今でもすごく覚えています。で今日お隣に三谷さんいらっしゃいますけど、やっぱりこうスポーツ界の中でも、例えばラグビーをやっていた人間がサッカーのお仕事をするとか、三谷さんのようにバレーボールをプレーされていた方がバスケットボールをやるというのは、おそらくまだまだそんなにないことで、そういう意味ではですね、そういったことが、これから多くなっていくと、スポーツ界そのものが多分活性していくんじゃないかなというふうに思っています。で今日女性の活躍のシンポジウムですけれども、私自身プレイヤーとしてはイギリスとフランスでプレーをしたことがありまして、でその時にイギリスに行った時に女性の指導者にコーチングを受けたことが何度もあります。でラグビー界も女性の指導者が男性の選手を指導するというのはあまり今は増えてきましたけど、当時はやっぱりなかなかないことだったので、私自身も非常にその頃は斬新な指導を受けましたし、いろんな視点があることをそこでこう学ばせてもらって今に至っています。そういうことからラグビーもですね、リオオリンピックの時は女性のヘッドコーチがチームを率いてオリンピックに行くことができて、彼女と一緒に強化を担当したんですけれども、そういった経験から今日少しでも私自身もぜひいい時間にさせていただければと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。この経歴を拝見するとですね、なんか光り輝くケンブリッジ大学入学って書いてあるんですけれどもこれも先ほどの私三谷さんと同じで、このなんて言うんでしょう、ラグビー選手でありながらそういったその学ぶっていったところにチャレンジされた、そのあたりの背景っていうのはどういうことなんですか？はい、まさに先ほど三谷さんおっしゃられてたことと一緒で、ラグビーも当時はプロはなくてですね、ラグビー選手の時間というのは非常に短かったですし、ラグビーが終わった後のキャリアの方が非常に長かったので、そういう意味で、違う場所に行って、その先の、人生にとって、できることということで、プレーヤーとしても、あるいは、プレーヤーが終わった後の人生のためにという選択肢から、イギリスに行くことを決めました。福岡選手が、医学部にね、もう有言実行ということで、入学が決まられたということなんですけど、どうなんですか、ラグビーっていうのはそういうその なんて言うんでしょうね、伝統があるというか、ラグビーだけじゃなくて学ぶっていうことも、文武両道といいますか、そういったことっていうのはあるんですか？はい、もともと例えば世界でもですね、ドクターだったり、あるいはパイロットだったり弁護士だったりといった選手たちが代表選手になるということは非常に多かったと思います。で日本の中では、企業の中で今でもそうですけれど、企業のこう力を借りながらラグビーそのものを発展してきた歴史がありまして、今かなりやっぱりこうスポーツの方の成熟度がこう先にかなり行ってしまっているので、どうしても割とこう練習とか試合がこう偏重なライフスタイルに変わっていっているところはあるんですけれども、一方で過去やっぱり10年前ぐらいまでは企業の中でラグビーをプレーしながら企業社会の中でも活躍していくという人たちがやっぱり多かったと思います。ありがとうございます。今日はそのイギリスでのご経験とか、あとはやはりその女性のチームもご指導されたっていうような、そういった観点からもですね、お話伺えればと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは続きまして、岡島喜久子さんです。一般社団法人日本女子プロサッカーリーグ、先ほどから話題になっておりますウィリーグの初代チェアにご就任をいただいております。また、公益財団法人日本サッカー協会の副会長でもあられます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ウィリーグ JFA のこの女性リーダーシップ研修のために、こんな豪華なメンバーを集めていただいて本当にどうもありがとうございます。今日はパネリストなんですけれども、他の皆さんのお話を聞くこともとても楽しみにしています。私は今アメリカに在住してまして、アメリカに30年います。もともと銀行に入ったケミカルバンクという外資系の銀行に入ったのも、土日が休みだという理由でサッカーができる、サッカーの練習に遅れないで済むというのが一番大きかったんですけれども、その後アメリカに
でもずっと金融機関、38年ほど金融機関で仕事をしておりました。で、鮭が生まれた川に帰ってくるかのようにこう元の女子サッカー界に戻ってこれるということで非常に楽しみにしています。まあ、女性活躍というか、まあ、あまり男女の差別がないアメリカで30年ほど生活してますので、その辺の視点からもこのWE リーグに貢献できるかなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。サケが戻ってきていただいて大変嬉しく思いますが、お声がかかった時ですね、やっぱり引き受けるにあたっては迷いはなかったのか、それともよしやろうっていうことだったのか、そのあたり聞かせていただいていいですか。はい、こちらにいらっしゃいます今井女子副委員長、JFA の、岩上副会長からお電話をいただきまして、代表理事に就任してほしいと。で、アメリカにいた時だったんですけれども、実は夫に相談する間もなく、はいやりますと引き受けてしまいました。もちろんその元々裏で、ではスポンサー探しなり何かできることがあればお手伝いしますということで、自主的にサポートをするという表明はしていたんですけれども、やはりこれは私しかできないという気持ちが非常に強く持ち上がってきたので、そのまま何をすればいいのか、副会長、代表理事は何なのかという質問もせず受けてしまいました。ありがとうございます。この経歴を見せていただくと、中学校時代に、男子のサッカー部に入部されたというふうに書いてあるんですが、大変あれですけど、当時そんな女子サッカーってまだまだ盛んでは当然なかったはずなんですけど、この機会ですので、どういうきっかけでサッカーされたのか、その後どんなふうにサッカー人生を歩んでこられたのかも、はい、ちょっとご披露いただいていいですか。はい、サッカーを始めたのは小学校で一緒にドッジボールをやっていた仲間が、中学校の校庭でサッカーをやっているのを見て、あ、それは楽しそうだな、でさらにそこで私はドッジボールはとても強かったので、あ、これなら私にもできるというような、自信があったところで入れていただきました。そこで中学校のサッカー部の先生、顧問の先生が練習をさせてくれたというのも非常に大きかったと思います。でその後やはり試合には出れないので、練習はさせていただいてたんですが、試合には出れないので、女子サッカーチームを探し、 FC 神南というクラブチームとしては日本で初めてできたチームに入りました。でその当時東京にも、3チーム4チームぐらいしかない、非常に珍しい、スポーツという意識がありましたけれども、できないことを、先ほど三谷さんが言っていただいたできないことにチャレンジするのがアスリートで、足でボールを扱うっていうのはみんな普通はやったことがない。ですからできないことがどんどんできるようになってくるっていうのは非常に面白く、でそれで、のめり込んでいったという感じです。その後アジア大会に単独チームで参加したことがあります。FC 神南として、でそこで、行ってみたらば他の国は代表チームが出ていた。シンガポール、香港、タイとか全くちゃんと代表チームが出ていたということで、これは代表チームを作らなくてはいけない。でそのためにはサッカー連盟、女子連盟を作って日本協会に登録をさせてもらわなくてはいけない。その当時登録もできなかったというところがあります。それで20歳21歳の時にもちろん皆様の他の方のご協力を得ながら日本女子サッカー連盟を設立し、20歳21歳ぐらいで、理事になりました。でその後現役選手でいながら事務局長にもなり、というのを経験して、で今に至るというところでございます。ありがとうございます。もうまさに女子サッカーの歴史そのものという印象を受けました。ただ私ちょっと聞いていて、ドッジボールっていうのは手なので、なんかそれが得意でサッカーっていう発想がやっぱりさすが
そのマインドがすごいなというふうに感じました。本日よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは続きまして、公益財団法人日本サッカー協会会長、国際サッカー連盟カウンシルメンバー、公益財団法人日本オリンピック委員会の副会長であられます田島幸三さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先ほど岩渕専務理事の方からありましたけれども、1980年代、ラグビーの方が圧倒的に進んでいました。そして、平尾監督のもとシステマティックな非常に合宿をしているということで、逆に本当に僕らが学ばせていただくっていう形で、何人かで合宿に行きました。非常に楽しい思い出ですね。もうありがとうございます。やっぱりそういう違うスポーツ同士が刺激し合うってすごく大切なことだと思ってますので、やはりこうやって三ツ矢さんにしろ山口さんにしろ、そういう形でこう男女関係なく、スポーツ種目関係なく、そういう世界ってのはやはり大切なことだというふうに思っています。それからこの JFA の女性リーダーシッププログラム、そして WE リーグもそうなんですけれども、女性活躍社会を作っていこうってことで我々はずっとやってきました。森会長の問題発言によって、こういろんなことが議論になって、我々もなんかこれに合わせてやってるんじゃないかって思われるのは非常に僕らとしては不本意で、 WE リーグに関しては女子委員会を中心にもう5年以上前から、議論し、立ち上げるべきか どうするかということで、 そしてその前にやはり女性がそろそろ活躍していく社会にしていかなきゃいけないって言い出したのは、それ川淵、チェアマン、そして会長の時だというふうに思っています。そういう意味ではやっと少しずつ具現化できてきているというふうには思っていますが、まだまだそういう能力を持った方がたくさんいらっしゃるわけで、そういう人たちをどうやって育てていくかということがこのリーダーシッププログラムだと思います。本日今日最後の講義を迎える、12名の方ですけれども、本当に勇気を持って手を挙げてくれたことを感謝したいなというふうに思います。ありがとうございます。私もJFA で理事をさせていただいてるんですけど、どこの協会も多分そうだと思うんですけれども、やはりこのコロナのことで、あらゆるスポーツ関係、もちろん経済もそうですけれども、大きな打撃を受けて、計画はあったけれどもやるかどうかっていうやっぱり判断っていうのが求められたと思うんですね。でそういった中でやはりここはもう踏み切ろうと思った、そのあたりのところを少しお話しいただいていいですか。はい、いろんな意見がありました。特に WE リーグ、今年の9月から始まるわけですけれども、こういうコロナによって、スポンサーさん企業もダメージを受けている中で、逆に始めていいもんかどうかで、十分にお金が集まるのかどうか、さまざまなことを考えました。ただ逆に我々逆の考え方で言えば、こういう時だからこそいろいろなものが変えられる。例えば女性の社会進出って森さんのどうのこうのじゃなくて、今一番変わってる分野になって、そのリーダーシップが山口さんだったりするわけですけれども、逆に言うと僕いいタイミングでこの WE リーグを立ち上げられたなというふうに思ってるくらいです。もちろんさまざまな問題はもう岡島チェア中心にこれから解決していかなきゃいけないこともありますけれども、こういう困難な 時こそ改革ができるいいチャンスだと思い、我々は継続してやるということを選択しました。ありがとうございます。やっぱりそういった思いが、今回研修を受けていただいた皆様にもやっぱりよくよくご理解いただいて、なんか今がチャンスなんだって言ったところをすごくやっぱ大事にしていきたいなと思いますよね。はい、それからもう一点なんですけれども、やはり女子サッカーというと2011年ワールドカップで女子サッカーが東日本大震災のですね、大きな痛手を受けている中での本当に優勝っていうのは、私も本当にそれまでもスポーツの力って感じてましたけど、あの時ほどやっぱりスポーツの力っていうのを感じたことなかったんですが、逆に言うと優勝してしまったことで、なんていうか女子サッカーが少しこう成果を出してしまったというか、
それで止まったとは言わないんですけれども、なんかちょっと満足感が、ね、出てしまって、うん、っていうところがあったと思うんですが、順序が逆になってしまったというか、うん、そのあたりはどうですか。今おっしゃられたことっていうのは、多分にこれは日本サッカー協会とか女子サッカーに関わる人たちの問題で、あそこで優勝するチャンスの目の前のチャンスをつかんでくれた澤選手以下選手たち、佐々木則夫監督っていうのはやはりその力があったっていうのは、これは間違いないことだというふうに思うし、優勝のチャンス、その運が巡ってくるってそうそうあるもんじゃないんで、そこのチャンスをやっぱり取ってくれたことは、僕ら の日本のサッカー、特に女子サッカーの発展には大きく影響したというふうに思います。ただ要するに、あの時にどういうことをしとくべきだったのか、あの時も同じように震災という非常に大きな打撃が日本中にあったわけで、そういう中で施策が思うほどできなかったのもあるかもしれません。そういういろんなその判断を積み重ねてきた中で、この WE リーグっていうのは、ここでよし、じゃあそういう困難を乗り越える意味でも今をやろうって先ほど申し上げたわけですけれども、決して早かった2011年のあの試合が、今でも僕も思い出すと涙が出てきますけれども、早かった、順番が逆というよりは、やはりあの中でやってくれた選手たちに感謝、そして今それを生かして僕らが行かなければいけないと思っています。過去を振り返って、あの時こうしてたらああしてたらって思うことはあるにしても、今前を向いて僕らは進んでいきたい、それが私たちの WE リーグだと思っています。ありがとうございます。そういう意味では、なんか日本の女子サッカーっていうのは、なんかそういう、今回コロナですけども、そういうところのタイミングでなんかこう関わっているんだなって、なんかちょっと運命的なものも感じてしまいます。ありがとうございます。本日よろしくお願いいたします。それではまずはじめにですね、今もうずっとこうお話がありますWEリーグなんですけども、先ほど今井さんからもご説明がありましたが、改めて岡島チェアの方から、この今回のWEリーグの設立に向けてのですね、思いですとか、考えとかっていったところを少しお話しいただいてよろしいですか。はい、分かりました。WEリーグ、女性活躍社会を牽引するというのを一番大きな意義に据えているということところで、スポーツだけでなく、その社会的な意義、特にその日本の女性をこう、の地位を高めていくという意味で、ウィーマンエンパワーメント、女性の力を、力をつけていっていただく、私 の, 考えでいきますと、女性の意思決定者を増やすという形の意味をWEリーグに込めています。WEには私たちという意味もありますので、その一人だけでなく、女性だけでなく、男性も含めた、その他 の, 方たちも含めた、みんなで作っていくリーグにしていきたいというふうに考えています。やはりあと、その今までプロではなかった人たち、当然皆さん大体の方がアマチュアで、プレーしてきました。でその中で最低賃金を決めるということをしています。最低賃金でそのプロフェッショナルになるということで、そのやはりどんなスポーツでも、その下部の方になればなるほど、その収入が少ないという面があります。それはやはり女性で、その収入が少ないのにプロだっていうふうに言われてしまうのは、まずいので、最低賃金を含最低給料っていうんですかね、最低のものを大卒新卒の方の給料ぐらいのものを設定いたしました。それによって、生活が成り立っていくかどうかはちょっとわからないんですけれども、もちろんもっともっとその、クラブの方にお願いするしかないんですけれども、女子サッカー選手の、地位向上、環境を変えていただくというようなことにも、取り組んでいきたいと思っています。一つはですね、私アメリカで体育会のアメリカの大学に1年留学していました。で体育会のチームでサッカーラクロスをしたんですけれども、そうするとユニフォームを、練習着にしても試合着にしても
ロッカーでこう置いておくと次の日には洗ってきれいになって帰ってくるというシステムです。で皆さん多分そのアメリカの大学ヨーロッパの大学に行かれた時にそれは当然だというふうに思っているんですけれども、今女子のプロチームでも女子のチームなでしこリーグのチームでは、みんな自分でユニフォームを、選択しています。まあ、小さいことなんですけれども、ぜひクラブにはその洗濯をする方を雇って、プロの洗濯をする方を雇っていただいて、選手がそこに時間を費やさなくてもいいようにしていきたい。まあ、そういったその環境のことなども配慮していきたいなというふうに考えています。ありがとうございます。つまりWリーグっていうのは、女子のサッカーのプロリーグを作るということだけではなくて、その裏側に、先ほど田島会長からもありましたけれども、女性が活躍する、まあ、そういったところへの後押しになるムーブメント、風を起こす、まあ、そんな一つのきっかけっていうようなことも多分に含まれているんだなっていうのをすごく感じました。ありがとうございます。それではですね、早速まあ、女性活躍って今もちろん政府もですね、掲げて後押しをしていただいていますし、女性をいろいろなところで登用していこうっていう、まあ、そういった風も起きているような気がいたしますが、実はそういった女性を登用していこうという話が出るたびに私なんかも聞く話はですね、まず例えばスポーツの組織にもっと女性の理事を増やしてくださいというようなことを言うと、必ず言われるのはですね、そうなんだよ、もうね、自分たちも登用したいって気持ちはあるんだよって皆さん言っていただけるんですね。それも自体も随分変わってきたなと思うんですが、ただ一方でそう思うんだけれども、なかなか人材がいないんだよね、岡島千代みたいにね、すぐはい分かりましたっていう人がねあんまりいないみたいなんですね。ちょっと考えさせてくださいと、いや私はっていうふうに、人材がいないということと、それから話をするんだけれども断られてしまうというようなことを結構言われる方が多いんですけれども、そのあたりラグビー協会、岩渕さん、ラグビー協会も随分女性の理事を戦略的にというか増やしてきたっていうふうに伺ってるんですけど、そのあたり今のなんていうか登用する人材とか断られるって、そのあたりどうですか？はい、ラグビー協会の理事の数は、全理事今24人中5人、おります。で、もともと2013年に、女性で初めて理事が誕生しまして、2017年に2人になって19年に5人になっています。そういう意味ではまあ 20% 超、今理事の構成上女性が占めていますけれども、そもそもやはりラグビー界において、例えば女性のラグビーが、先ほど岡島チェアの方からも話がありましたが、もともとはラグビー協会の中に女性の代表チームは入ってなくてですね、初めて代表チームに入ったのは2002年以降だったと思います。そういう意味ではまだ日本ラグビー協会の中で女子の、まあ、プレーヤーあるいは代表チームが同じジャージを、男子の代表チームと同じジャージを着てプレーしたっていうのはまだ20年ぐらいのことになります。でも一方でそれからを考えますと、それからは比較的早く、まあ、女性もラグビー協会の、まあ、いろんな委員会だったりあるいは理事会の中でも、活躍をしてもらっている、そういう状況がここ、まあ、10年は生まれてきていると思います。はい、人材を探すというか、そういったところでの、まあ、例えば苦労話とか、こんなことがラグビーではうまくいったよとかっていうのがあればちょっと教えていただけますか？はい、先ほど、まあ、人材がなかなかいないというお話もありましたが、まあ、どちらかというといないというよりはやっぱりしっかり探そうとするかどうか、それから、まあ、多分例えばいろんなスポーツの強化現場もそうだと思うんですけれども、例えばヘッドコーチとか監督には、まあ、いわゆる例えばラグビーで言えばラグビーの、まあ、スキルとかそういうことの知識以外の、いろんなこう知識が多分必要になると思います。例えば栄養とか睡眠とかあるいはマネージメントとか、でそういった意味ではやはり、まあ、いろんなスポーツ団体でもトップに立つ、まあ、方々の、まあ、そういったいろんなこう、まあ、例えばラグビーだけじゃないいろんな、まあ、多角的な知識があって、
その中でやはり、まあ、あの女性ということに限らず、まあ、年齢とか性別とか、あるいは、まあ、あの過去のスポーツ界多分多くあったのが学閥とか、そういったところだけじゃ ないところで、やはり、まあ、いろんなあの人々が入ることでそのスポーツがやっぱり大きく成長していく、それをやっぱり強く認識をして、そのために動けるかどうか、まあ、そこがやはり一番大きなところじゃないかなというふうに思っています。ありがとうございます。バスケット協会、はい、あの三ツ矢さんっていうふうになった時、私その手があったかってちょっと自分でつぶやいたんですけどあの なんていうんですか、あの川淵さんがね、あおそらくその、まあ、路線をね引かれたと思うんですけど、うん、違う競技から、まあ、理事だったらまあ100歩譲ってなんかあるなって感じはするんですけど、会長バレーからみたいな、私はあそれありだなと思ったんですけど、おそらく協会の中ではなんだよとか、まあ、今でもあるかも分かんないですけど言える範囲で結構ですが、あの なんていうんですか、そういったあの、まあ、人事というかね、うん、で三ツ矢さんは声かけられた時2つ返事でお受けになったのか、そのあたりちょっと背景を教えていただいていいですか。そもそも、まあ、日本のバスケット界、あの特にリーグが2つ存在して、うんうん、それを国際バスケット連盟が良しとせずで制裁を受けました。でその制裁が、まあ国際大会に出場してはいけないという、一番しわ寄せをが言ってはいけない選手のところに行っちゃったということ でタスクフォースが立ち上がり、川淵さんが、まあ、初代のチェアマンということでタスクフォースを運営して、でその時に、まあ、それまでいらっしゃった前理事を一回解任して新しい、まあ、組織を作って、でその際に私お電話いただいて、三ツ矢さんってあのバスケットって選手が男女比ほぼ半分なんだよ、だからやっぱりぜひ僕が会長やるけれども副会長は女性になってほしいってことで、当時あの私とそれから小野清子さんが副会長でスタートしたっていうのがきっかけなんですね。でその時に、まあ、川淵さんが、まあ、全て定款とか見直して、で定年制度作られて、でその定年制度に自分が抵触するからといって、まあ、翌年あのお引きになるっていう時に私にあのいや実はさって言って、そうですね、2月ぐらいですか、2月か3月ぐらいに呼ばれて、でいや僕の後継いでほしいんだよって、でここで改革 あの流れを止めちゃいけないって、それができるのは何のしがらみのない三ツ矢さんなんだよって言われて、確かにそうだよねって、その学閥も、まあ、学閥ちょっとあるのかもしれないですけど、から上下関係も全くない中で、いや、まあ、川淵さんのこの改革を進めていけるのは、まあ、そうなんだろうなっていうことで、まあ、意外に困ったなと思ったんですけど、結構早かったですね、すぐその場でお返事をしました。はい、で、まあ、あのそこからなんですけども、それはもうあのご理解あのいただいている方もいただいてない方も、まあ現在進行形であるとは思いますけど、思いますけど、まあでもそれよりも私自身がやっぱりバスケットをどう成長させていけるかっていう、その変なこう全くそういういろんなものを排除して、いかにバスケットの価値を上げていけるかっていうところをやっていけば、まあ自然にご理解もしていっていただいてますし、まあ ありがたいことだなというふうには思ってます。で実際にあの私も、まあ、理事の改選の時にあのお声かけをさせていただいたんですけど、やっぱり言われることは、あのスポーツ界って上下関係があって、うん、この方が上にいるんだったらちょっと私無理ですっていう方はいらっしゃるんですよね。だから当然私なんかこうあの田島さんは田島さんって言うけど、いいいい山口っていう感じ、こんな感じですよね。だからやっぱりその脈々と続く上下関係の煩わしさを嫌うっていう方は当然いらっしゃるし、それからまあやったことがないからっておっしゃる方も多いっていうのは女性の方だから、どうしてもあの外部の方にお願いするっていう、外部で弁護士やられてる方とか会計士やられてる方っていう方にお願いをしてきたんですけど、まあ本当にあのやっぱりちゃんと自分たちのスポーツ界の中で、その競技の中で女性役員っていうのをいかに作っていくかっていうところがやっぱりそこからですよね。だからまああのやりますってこう言える方をいかに早く作れるかっていうところが大事なのかなと思ってますけど、
そこのマインドをぜひ今日の受講者たちもいるので、うん、教えていただきたいんですけど、やりますって言えるその なんて言うんでしょうね自信というかね、なんかそういうのってどっから生まれるのかってちょっと私根拠はない。あ、根拠はないですね。根拠はない。根拠はないです、ね、でもそんなやってみなきゃ分かんないじゃないですか、うんうんうん、だからだたったサッカーの経験の方だって、うん、やれると思ってやってるわけじゃなくて楽しいとか好きだからやってて、うん、それがだんだんできるようになっていくっていうところに変わってて、うん、あ、できるようになるってこんなに楽しいんだって、うん、でもそれは企業でもそれから例えば協会でもリーグでも何でも同じで、うんうん、やってみなきゃ分からない、うん、で失敗したら失敗したでいいじゃないですか、ごめんなさいで、はい、そこで命取られるわけじゃないんだから、はい、だからやっぱり私はうん、チャンスがあったらやっぱりまず掴んでみようって、でそこで、まあ、やれるかやれないか分からないけど自分でできるところはやっていこうっていう、そんなでいいんじゃないか、あんまり難しく考えなくてもいいんじゃないかなと思ったりはするんですよね。ありがとうございます。皆さんにはすごく強いメッセージになったと思います。一方で今女性をこう登用しようという中で、ガバナンスコードでも 40% を目標にするとか、まあ、今クォーター制の議論とか、まあ、ある意味その能力云々もあるけれども、やっぱり今バランスが悪いから初めからきちんとも割合を決めてある程度のところまでは、そのバランス重視、女性を登用していこうという意見もある。一方でもうすでに活躍している女性たちの中には、それをすることによってなんか私たちもなんか女性だからここにいるような、女性だからここ選ばれてんじゃないのっていうような誤解を受けるから、もうそんなクォーター制とかしないでパーセンテージも決めないで能力主義でいこうよっていうような意見もあるように私は思うんですが、岡島千也そのあたり、まあ、アメリカでの歴史とかもあると思うんですが、どんなふうに思われますか？はい、クォータ制は私はありだと思うんですね。でなぜかというと、やはりその日本社会のようにちょっと遅れているところでは、そのスピード感がとっても大切だと思うんです。でその場合こう引き受けてくれる人ができるまで、その人材が育ってくるまでっていうとどん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 遅くなってしまうので、とりあえずやっぱりこの人を女性を上げましょうと、女性をポジションにしましょうというのはありだと思います。でその地位になればもう顔つき変わってくると思うんですよね、うん、ある程度責任もできてきて、周りにその、サポートもできてきてリーダーとなったらば、その今まで自分なんてと思っていた人でももう顔つきも変わってくるし、言動も変わってくると思います。なので私は、まあ、日本社会には合うシステムだと思います。ありがとうございます。田島会長、はい、サッカーファミリーを増やすというところからすると、私男性は、まあ、J リーグもありますし、すごくこうやっぱりサッカーファミリー増えたなっていう印象をこう持ってるんですけど、女性はやっぱりまだなんかこれから まだ未開拓というか、すごく可能性があるなというふうに思ってるんですね、はい、まあ、卵が先か鶏かというところはあるんですけれども、もちろんこの WE リーグと、そして女性をこういった役員に登用するところで、さらにこのサッカーファミリーを増やしていく一つのこうなんかきっかけになるのかなと思うんですが、そのあたりとの関連を少しお話していただいていいですか？はいはい、ありがとうございます。クォーター制っていうことが今日本では必要だっていうことがあります。でやっぱり理想としては将来何もなくても女性が5割6割来るような、そういう社会に僕らを目指していく必要があると思ってますし、そういう意味でまずそのクォーター制をまず設けていく中で、いかにそういう人材を育てていくかということで、まあ、こういう我々プログラムとも並行してやってるわけですけれども、そういう意味ではその岡島さんがおっしゃられたやはり大切だというのはもう同感です。ただこれは山口さんからも指摘は受けたんですけれども、現在日本サッカー協会の選手登録っていうのは
95% と 5% ぐらいの違いがあって、そういう中でその理事だけだとかそういうところのパーセントをにこだわるのはっていうのは、あの山口さんからも指摘を受けて、うん、なるほどと思いつつ、であるとすれば理事だけじゃなくて、例えば委員会の委員であったり、それから47都道府県の副会長職、これは今井 理事が言ってくれていることですが、それ以外に審判であったり指導者であったり、全くその男性が圧倒的な比率で高いところを僕らが変えていかなければいけないなというふうに思ってます。ですからあのクォーター制っていうことは大事だけど、それ以上に下の方のやはりあの部分を の男女比っていうのをもっとできれば 50%50% ぐらいに変えていかなければいけないんだっていうのは、あの我々今理事会でも話しているところです。そうですね、やはりそういったところにも女性の視点が入ってくることで、幅広いその女性の人たちにサッカーに親しんでもらう、きっかけであったり環境づくりといったところにはきっと、寄与していくのかな。岡島チェア、女性の役員を増やすというのもきっとそこに一つの理由があるわけですよね。でサッカー協会というのはやっぱり非常に進んでいると思います。他のスポーツ団体に比べてもその考え方が進んでいると思います。でそれはやはり、ね、田島会長 のこう経験知見というかリーダーシップが非常に大きいと思います。でやはりこの、コロナの状況、ちょっと、もともと何年も前からこのウィーリーグの構想があったというふうに伺っていますけれども、そこでやっていただこうという決断をされたのはやはり田島会長ですから、私たちは非常にラッキーという形に、ラッキーというふうにとっても思っています。ありがとうございました田島会長。やめてください。やめてください。そういう趣旨じゃないんですね。本当にね、他のスポーツの方の話を聞いてると、やっぱりトップがとっても大切だと思うんですよね。でサッカー協会というか、スポーツ団体だけでなく企業でもやはりトップの方が女性登用しようというふうに考えると、取締役などで女性が増えていくところになっています。だからやはりトップの考え方というのは非常に重要だと思います。そうですね、本当にそれはそう思います。はい、耳が痛い。それはトップが女性っていうので、そうですね、もう達成してらっしゃるというところが、はい、田島さん一つ質問していいですか。はい、私田島さんが、ずっと掲げているコミュニケーションスキルって、はい、すごく早いうちから言ってらっしゃいましたよね。はい、要するにそれまでのスポーツ界っていうのは、例えばこうしろああしろって言って選手はただはいいいえでしか答えないっていう、その選手側の言葉の少なさがなかなかやっぱり自分の感情を外に出せないとか、それから自分の思いをこう伝えられないっていう、でやっぱり特に女子選手って男性のコーチからドーンと言われることがあって、はいとか、やっぱりどうしてもその辺のちゃんと自分がなぜできなかったのか、次はどうしたいのかっていう場がなくてずっと選手として育ってきてたような気がするんですね。でもやっぱり役員となると自分が発言しなきゃいけないし、この組織の中でこうしていきたいって意見も言わなきゃいけないので、そのコミュニケーションスキルのあり方ってこれからやっぱり指導現場ってそういうのもっと大事になると思うんですけど、ずっとその提唱されてきたんで、はい、まさにそのことがなければスポーツ界が発展しなかったと思います。うん、お前何色のメダルだと、どうですって言ったら、じゃあ黙っとけとかって言われるような世界だったり、本当にたまたま柔道の暴力問題も割とそこに起因するところがあって、私もその、メンバーに入れていろいろ意見を言わせていただきましたが、やっぱりそういう何て言うんだろう、スポーツ界の中にあるいろんなヒエラルキーでいろんなことがさっさと決められていくような、ではやっぱり世界とか戦えないんですよ。うん、僕らが戦わなきゃいけないのは世界であって、だからそういう意味では相手を納得させれるかどうか、その納得させれる理由がポジションであったり性であったり性差であったり、そんなもんじゃ絶対納得できないですよ。
やっぱりこの方法が一番正しいと思う、この練習が一番効果的だと思わせれるかどうかっていうのは、ちゃんとしたコミュニケーションスキルを身につけてなきゃいけないと思ってますし、その技術を学ぶべきだと思ってます。で、僕は自分がここまでこういろいろ来れた中で、ちょっと質問とちょっとずれるかもしれないんですけど、やっぱり優秀な女性っているんですよ、たくさん。でそういう女性に僕は支えられて、た部分 もう自分で認めるところもあるし、そういう人たちをなんでもっと生かさないのかなっていうのがあって、この WE リーグなんてのはまさに立ち上げるべきだし、社会女性の社会進出が逆になければ認められないと思ってたぐらいです。でもそれだってやっぱり相手を納得させてそうしましょうっていうところと、最後はリーダーシップで、だって意見なんていろんな意見があって、5対5の時もあれば6-4の時もある、じゃあ6-4だから6にしましょうっていうふうにはリーダー決めないですよね。だからやっぱりそこはそのリーダーシップをするところと、それから論理的に考えてそれを説明できること、それがベースだとは僕はずっと思ってました。やっぱりそういう中で女子選手もどん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 育っていけば、スポーツ界全体がそうだと思うんですけど、はいはい、そうするとやっぱりその今探さないといけないんじゃなくて、もっと生まれてくると思うし、そういうやっぱり資質のある人たちいっぱいいて、その人たちのやっぱりコミュニケーションスキルが上がってくれば、もう必然的に人数も増えてくるだろうと思うし、私はやっぱりそういうスポーツ界全体でその指導現場でいかにコミュニケーションスキルを高めていくかっていうのをやらないと、いつまでもやっぱりこう人材がいないとか、引き受ける人がいないっていうところで行ってしまうのかなっていうのはすごく感じてますね。ありがとうございます。ありがとうございます。その今お話しいただいてたようなところとも少し重なるのかなと思うんですけど、イミジクモの田島会長から、いや優秀な女性いっぱいいるんだよっていう話がありましたが、先ほどのこの断られてしまうっていったところもかぶって、今回リーダー研修でですね、皆さんからこういろいろ意見を伺っていると、この研修でなんか気づいたことがあるっていう方がたくさんいて、そのうちの気づいたことの一つがアンコンシャスバイアス、無意識の偏見、それは男性も女性も持っている、なんか刷り込まれてしまっているようなことが、実は今回の研修を受けて気づいたんだよねっていう方がいっぱいいてですね、それも一つ良かったなと思うんですが、実はですね、今受講生の方聞いていただいてるんですが、私指名させていただきますので、このアンコンシャスバイアスについてこの研修で皆さんぼーっとして聞いていたらダメですよ。これも研修の一環ですからね、誰が刺されるか分かりませんよ。はい、それでは鷲津さん、北海道サッカー協会副会長でいらっしゃいます、はい、お願いします。お願いします、はい、アンコンシャスバイアスですね。そうです。はい、私にもありましたというところでしょうか。まず、はい、気がつかないうちにやはり刷り込まれていたところっていうところに今回の研修を受けて、すごく感じましたし、それは本当に女性だけじゃなくて、男性にもあるんだなっていうふうに思いました、はい、具体的にどんなことを、これだっていうのありました？なんか具体的にですか、ですね、私は教員なので、そういったところがちょっと少ない場所で仕事をさせていただいてましたけれども、それにしても、女性だから、男性が例えば管理職になった方がいいだろうとか、なんかちょっとそういう雰囲気でなんか遠慮してやらないって、最近はないですけれども、そういうふうなところで、遠慮するっていうか、私は出産したり育児もあったりするんで時間がないので、管理職には向かわないかなっていうところで、そういうふうに思っていました。今副会長をされてるんですけど、実際やられていてどうですか？実際やられてる。次は会長だって思ってるとか。実はですね、本当に教会の方にお世話になって、16年ぐらい
お世話になって仕事させていただいてるんですけれども、私自身すごくまあ、いい環境で意見聞いてもらったりっていうところも、すごく北海道は割と、まあ、そういう女性がどなたかおっしゃってたんですけれども、小さい頃から三谷さんと同じで、どちらかというと共働きが北海道は多いので、まあ、そういう意味では女性が働くということで、まあ、女性の意見を取り入れてもらいやすい環境だと思うんですけれども、まあ、それでもなかなか私が一人しかいないっていう状況の中では、女子サッカーの普及についてはまあなかなか進んでいかなかったなっていうふうに、この研修を受けて思いました。ありがとうございます。それから手塚さん。お願いします。はい、ですね、はい、私もまあ、いろいろな役割、まあ、もちろん今 JFA ですけれども、まあ、県栃木県の方のサッカー協会にも所属はしていて、まあ、いろんな会議体に出ることが多くて、まあ、いろいろな会議の中の部分で、まあ、私はすごく感じたのが、普通に女子と男子がこう同じこうテーブルでこう話されているところでもこう忘れられているというか、ことが多くて、まあ、でもこれ私の方が質問で、これ女子も同じですよね、同じ内容というか、同じ考えでいいですよねっていうふうに話すと、あ、そうそうそうっていう、まあ、忘れてたじゃないですけど、まあ、なんかそういう発言があったり、こう、まあ、本当に悪気がないって言ったらちょっと語弊があるかもしれないですけれども、まあ、そういう場面が意外と多くこうあって、あ、これって本当無意識で皆さんがこう、まあ、刷り込まれてるというか、ずっとこう生活をしていく中でもやっぱり女性がこうすごい忘れられてる部分もあって、まあ、逆にそれであれば言い続けないといけないかなっていうふうに感じる場面が結構ありました。はい、ありがとうございます。はい、まあ、そういうことにやっぱりまず気づくっていうこと、女性男性限らず、お互いがこう認識するっていうところからスタートするのかなと思うんですけど、岩渕さん、イギリスでのご経験もありますけど、やっぱりイギリスなんかでもそういうアンコンシャスバイアスなんていうのはもう話題にならないんですか、それともやっぱりまだあるっていう感じなんですか。私がイギリスに行ったのは20年前で、20年前、はい、その頃はですね、私が行ったのは日本がこの間はワールドカップラグビーありまして、うん、まあ、初めてベスト8に行けたんですけれども、私が行った時の一番直近のワールドカップは、日本代表が145点取られて負けたという時だったんですね。でそうするとやっぱり145点と取られた国から来たっていうふうに、いや、まあ、アンコンシャスではなくて、もう意識的にみんなそういうふうになりますし、まあ、そういう国の人間がラグビーができるのかとか、やっぱりそういうところから、まあ、そもそもはスタートしました。でただ私がイギリスに行って良かったなと思うのは、やっぱり今山口さんの方からその気づくっていうお話ありましたけど、まあ、やっぱこう自分のことを認識できるかどうかっていうのが多分すごく、まあ、その最初のポイントだと思ってまして、でそのためにはまあ自分がこう、いた社会とか、まあそういったまあ村からやっぱ出ていくっていうのは非常に大切なことかなというふうに思っています。やっぱその枠を飛び出て初めて自分のことを認識できたりとか、で、まあ、いいも悪いもこうどうしてもやっぱ比較してしまうと思うんですね。私もイギリスに行った時に日本だったらこうだったってやっぱり思ってしまう時があって、でもそうではなくて、やっぱり それぞれの国あるいはそれぞれのところでいいところがあって、でその中で自分自身がしっかりとそういうものを受け入れていけるかどうかっていうのが、やっぱりこう、まあ、アンコンシャスバイアスを取り払っていける、まあ、通過点だと思ってます。だそういう意味では非常に、まあ、やっぱりこうアンコンシャスバイアスになってしまうっていうのは、やっぱ物事を何でも決めつけてしまうっていうことだったりとか、まあ人に対しては多分押し付けてしまうようなところだと思うので、そういったところではなくて、やっぱり物事をこう受け入れていけるのかどうか、まあそういったところが、まあ、すごく大きいし、あとはやっぱり自分自身をいつも疑えるかどうかっていうのも非常に大事なことかなというふうに思っています。まあ、例えば強化現場をやっていても自分のやり方が本当に正しいのか、
でどうしても画一的になって何かこういろんな意見を取り入れずにそれだけになってしまってないかとか、まあ、例えば今、まあ、ラグビー協会で専務理事やらせてもらってますけど、本当にそれがこう正しいのかどうか、まあ、どうしてもやっぱ自分の枠の中だけで物事をやっぱり判断してしまうと思うので、そこからどうやってこう脱却できるのか、でもそのためにも多分いろんな意見を持った人たちが必要だと思いますし、まあ、そういう意味ではあの女性もあの例えば年齢も性別もそういうのも関係なくいろんな意見が入ってくるっていうのはすごい大事だと思います。ありがとうございます。三谷さん、あのやっぱり組織のリーダーだと、今私ラグビーの話聞いてて、あのラグビーが2019年さっきの145点の国からどこの人がベスト8に入るって予想しただろうみたいに思ったんですけど、あの当時のラグビー特集とかでいろいろあって、まずやっぱりそのマインドセット、あの負けて当然からのこう勝つんだっていう風なところに変わった、そういう意識から始まったみたいのがすごく好きなんですけど、やっぱ組織もありますよね、そういうこう今までのまあ風習というか因習というか、こうやってきたんだからみたいな、でもそういうのと外から入られた三谷さん結構戦うところもあると思うんですが、そのあたりいかがですか。そうですね、だからあのどっちかっていうと、それまで特に教会っていうのは、まあ、あの本当に粛々と、前年やってきたことをまた踏襲してそんなに変えたくないって変えずに来たっていうところも多分あるんだと思います。でそれを、まあ、あのバスケットも当然 B リーグがスタートしましたから、ある程度そのバスケ界全体が持続可能性のあるやっぱり経済っていうふうなところを目指していかなきゃいけないっていった時に、かなりその辺のあのまあ、ビジネスモデルっていうんですかね、こう大きく転換をしていかなきゃいけないっていうところでは、そのまあ戦うところは戦いますかなり、そこはね。でも多分そういう外から入ってくるって、多分男性社会の中に女性が入るっていうのを先ほど岩渕さんもおっしゃったように、いろんな意見とかいろんな見方が入ってくるっていいことですよね。いいと思います。はい、あの今、まあ、理事の構成もかなりあの、まあ、社外っていうか、はい、あの組織の方、組織じゃない方もたくさん入ってきていて、でその方々ってどっちかというとビジネスサイドでものをおっしゃるので、そのやっぱりいかに発展していくか、いかに価値を上げていくかっていうところの視点なんですね。でそこでどういう努力してるのかっていうふうなご意見いただくと、いやもうやっぱり私たちはこういう努力してきますっていうふうな、でそれでやっぱり KPI だとか KGI だとかっていう、そういったところもちゃんと示していかないと、今度はスポンサーさんとのお付き合いもできないですし、そういったやっぱりあの外の方からの刺激っていうのはかなり、私もだいぶ中に入ってきちゃってるので、もう4年5年経ちますから、だいぶその外からっていうよりも内部事情に詳しくなってきてますんで、だからあのこうなんか女性と男性とまあちょっと違うところも見方も違うから、ちょっとなんか違うこと言っていいのかなと思うけど、それがプラスになるっていうことを皆さんもぜひ、はい、あの意識の中に入れといていただいて、それが通るか通らないかじゃなくて気づきになれば、それがもうプラスですよね。はい、だからあの変にこう体制に忖度するんじゃなくて、おかしいと思ったことはおかしいって言っていいと私は思ってます。あの田島会長、あの今あの私筑波大学ですけど、あの大学院生に毎年あの講義をいただいてるんですけど、私その中ですごく好きな言葉が、でだいぶ私もパクっていろんなところで使ってるんですけど、あのオープンマインド、やっぱりそれそのオープンマインドが先に進むあの、一つのキーワードだっていう話をいつもしていただけるんですけど、そのあたりちょっとお話しいただいていいですか。はい、まずもう無意識って本人も分かってないわけだから、いろんなことがあの思い込みで進めてしまうことがあるわけで、そういう意味ではあのそのオープンマインドになろうよなろうよって言い続けていくっていうことがあの非常に大切だと思います。オープンマインドになるためには、例えば俺より下手なやつがなんで俺に言わなきゃいけないんだなんて気持ちがあったら、それはもうオープンマインドになれないし、女性まだまだだよねなんて思ってたら、それはオープンマインドで女性に聞けないわけで、そういうところをやはりなくしていく。で僕あの今回あのこの12人の方のうち3名の方はサッカー協会から来てらっしゃいます、県の、先ほどの鷲津さん北海道、渡辺さんが埼玉県、そして、宮崎さんが佐賀県なんです。じゃあこういう偏見を女性のその
無意識のその偏見っていうのをなくすのどうするのかなとかいろいろ考えてたんですけど、最近僕のところ来られてきたのがまさに北海道協会から北海道のフットボールを支える女性21人っていうこれが送られてきて、ものすごく読んでて面白いんですよ。これがこういう可愛らしいし読もうって気になるし、で21人の方以外選手も含めてものすごい北海道が育ってたりするし、北海道が関わってる方が多い。でそれって僕も知らない人たち知らなかったんですね。じゃあ例えば埼玉県の男性の21人って結構それと変わらないだろうなと。でこういうことをしっかりやって、これは橋本美子さんっていう女子副委員長の方がやって作ったんですけれども、こうやってやることで無意識にこうやって頑張ってる人いるじゃないか、女性で北海道を支えてるじゃないかっていうような、そういうようなことがどんどんこう僕らのその偏見からこう解かれていくんじゃないかなって、些細なことかもしれないけどこういうことをしっかりやっていくって大切なことだなっていうのを改めて思いました。これをなくそうなくそうと言ってもなかなかすぐパッとなくなるもんじゃない。じゃあそれをなくすためには何をしなきゃいけないのかっていうのは実はちっちゃなことあるんだなっていうのを気づかさせてもらいました。ありがとうございます。そういう意味では、今会長おっしゃられたような特にリーダーが、これからリーダーを作っていくという今回研修だったわけですけど、リーダーになる人っていうのは常にアンコンシャスバイアスが自分の中にあるという意識を持つこと、そしてその触覚っていうんですか、何かに気づく、そういったものを働かせておくっていうことがすごく大事なのかなって今お話伺ってて思ったんですが、この次のテーマがですね、つまりリーダーシップ、このあたりを少し皆さんからご意見いただきたいと思うんですが、岡島チェア、この前のアンコンシャスバイアスについてとっても言いたいことがあるんですけど、もうどうぞ言っちゃってください。すいません、私先ほど三谷さんと鷲津さんが言ってらっしゃったように、県によっては共働きが一般的で、そうすると自分も仕事をしやすいっていうような形がありました。で私ファイナンシャルプランナーもう十何年もやってまして、すごく日本の税制で変だと思うのは配偶者控除、あと産後被保険者で、配偶者控除って103万円の壁とか150万円の壁とかで、あれがあることによって女性がある程度もう仕事をしないで家にいた方がいいで、専業主婦のが得だっていうアンコンシャスバイアスが日本全体にあって、でそれねもう実際は実際変わってきているのにもかかわらず、それがあることによってバイアスになってると思うんですね。でこれは高度成長期の時にすごく役に立ったわけです。日本の製造業、特に工場で働いている男性は長時間で、それを支える男性は当然その力が強いので工場で働いてほしい、でそれを支えるのは奥さんであって、で奥さんにもこうメリットを与えましょうということで、すごく高度成長期には良かったんですが、今の日本ではもうそれがかえって抑制になっているという気がします。で女性活躍っていう目線で考えた時に、これってなんかすごく弊害になってると思いまして、私実は内閣府の方にもちょっと聞いてみたんです。内閣府の男女共同参画局の方、そうするとやはり100万人以上の方がこれで恩恵を受けていて、これを廃止するのは非常に難しいということでした。でアメリカを考えてみると、これスタンダードディダクションって普通の控除で、1人何万円、1人何百万円なんですね、1人128万円ぐらいなんです。なのでこう人配偶者全然関係なく人1人っていう風な形になっていて、それはこう日本のその女性が仕事をする面でアンコンシャスバイアスにすごくデメリットになってるんじゃないかなと、実はちょっと思っていたところです。ちょっとその辺を言いたかったのですいません。これはやっぱり仕組み
の問題として、まあ、一つあるんだと思うんですね。それから日本の文化とか歴史とか、まあ、そういったものの上に積み重なってきて、ただ一方でこの私は夢は専業主婦なんですけども、でみんな無理だ無理だってそう言うんですけど、でもうちの母はね専業主婦に近かったんですね。でもその姿を見ていてこれは大変だと思って働かなきゃと思ったんですね。だから両方ありますよね。専業主婦が必ずしもというのは全然楽でもないしすごく大変なことじゃないですか。でもやっぱり外との世界を持つとかね、だから女性のその選択肢をやっぱ増やすってことがすごく大事ですよね。こうあるべきとか、もちろん選ぶ、だからどっちが自分の人生にとっていいかとか楽しいかとか、なんか今まだ先ほど言われたようにこういう縛りがあるからこっちの方がいいんじゃないかとか、それってやっぱり健全じゃないなっていうのは今のお話を伺っていてなんかすごく感じたところですね。では岡島チェア続けて、はい、そのウィーリーグに求めるそのリーダーシップ、どんなリーダーをこう求められるかっていうののところのイメージを少しお話しいただいていいですか。はい、今おっしゃった選択肢を増やす、うん、その女の子のその仕事の選択肢のから壁をなくすっていうのが非常にその、まあ、ウィーリーグでも言ってることなんですけれども、その選択肢の幅を増やすことは、私はやはりリーダーとして道を作っていきたいことであると思います。でまずそのサッカーに関しては、まあ、指導者になってほしい、で指導者になるライセンスなども取っていきやすい状況にしていく、で、サッカーに関わりたくない人たち、セカンドキャリアとしては、まあ、実業界で働けるような例えばインターンシップみたいのを考えていくということで、そのまあ、女子選手が現役の時だけでなく引退した後で、まあ、さらに、女子選手だけでなくサッカー界に関わるみんな男性も女性もその、まあ、お手本になるっていうよりもやっぱり私としては道筋を作っていきたい、でその選択肢を増やすためのいろんな道筋をこう整えていきたいという気持ちがあります。まあ、それがもちろん私だけではできない、全くそのサッカー界だけでもできない、実業界なり、まあ、スポンサー企業なりいろんなところに、あと行政、まあ先ほど言いました内閣府、まあ、文科省みたいなところも協力をしていただくことがとっても必要になってくると思うので、その辺こう私のリーダーというか、まあWリーグのチェアとしては全部を巻き込んでこう動きを渦を作っていくようなリーダーになっていきたいと思います。三谷さん、はい、もうすでに、まあ、私のイメージからするとずいぶん長いこといろいろな組織のリーダーをされてきたっていうイメージがあるんですけど、はい、ご自身の中でそのキャリアの中で自分が変化してきたな、時代の変化とともにそのリーダー像、うん、自分の中で何か変わってきたもの、そしてこれから求められるリーダーって何かありますか。私やっぱり一番大きく変わったっていうのは2004年に、関西の、うん、まあ、当時大正二部上場だったんですかね、そこの会社の社長になったのが、うんうんうん、やっぱり自分のキャリアにとって大きな転換点だったと思います。でそれまでどうしてもスポーツ界と非常に近い教育界とスポーツ界にずっといて、で全く縁がなかった経済界っていうところにポンと入った時に、今までの自分の考え方とかネットワークとかって一切使えなかったんです。でそこでまあいろいろ教えていただきながら、そこで作ったネットワークっていうのがまあその後ずいぶん変わってきたし、それからまあかなりやっぱり数字に対してきちんと責任取らなきゃいけないですし、それからまあ当然その社員が社員の家族を守るっていうもうちょっと大きな中でやってきたので、やっぱりあそこのやってきた数年間っていうのは私にとって大きな転換点で、やっぱり物の見方とか考え方っていうのはどうしてもやっぱりスポーツ界にいると自分のキャリアの中でのまあ工夫だから、そのアスリートであったその後指導者であったっていう中のこう延長線上にあるところだったんですけど、それ一切遮断された中でもう一回自分が一から作り直したっていうところはすごく自分にとって大きかったなっていうふうには思っています。だからすごい不安だったけれども、
不安だったけれども、でもまあ本当その時もやってみなきゃ分かんないよなと思いながらやったし、だからやっぱり特にあのスポーツ界っていうのはみんな向いてる方向一緒なんですよ。あの勝つぞ、強くなるぞ、同じベクトル一緒なんです。で会社ってベクトルバラバラなんです。あのまあお給料もらえればいいやっていう人もいれば、毎日の毎日仕事をまあ言われたことだけこなしてればいいやって思う人もいれば、いいもの作りたいって思ってる人もいるので、その辺のベクトルがバラバラなところをどうまとめていくかっていうのは本当にあのまあ本当に大変な数年間だったですけど、まあ辞める時も大変だったですけど、でもあの本当にやっぱりいろんな経験ができた中では、うん、自分の中では大きかったなって思います。だからあのやってよかったことも悪かったこともありますけど、まあトータルで考えればいい経験はしましたね、そこは。いや、あの時も私もびっくりいたしましたけど、やっぱりなんかチャレンジングだなってなんか思いましたけど、でもなんか私はなんか素直に与えられてきて、なんかやってみないって言われた時にそれに悩みますけど、でもやってみたいなと思ったことはやってみようっていう、まあ、そもそもだって15で福井から親元離れて出てきてますからね。だからあれが人生最大のチャレンジだったと思いますけど、あれ以上のものはないですね。皆さん大丈夫だそうですよ。やってみてもあの、うん、プラスになるそうですから、あの失敗しないとわからないこといっぱいあります。だからあのうまくいったことだけが人間を成長させるんじゃなくて、もしかして失敗したことの方が人間を成長させるなっていうふうには思ってます。これは男女関係ないですもん。岩渕さんどうですか？はい、あの今この今回のタイトルというか、こうスポーツ界で求められるリーダーシップって書いてありますけど、うん、あのまあ私もスポーツ、まあプレーヤーとしても指導者としてもやらせてもらってきて、でスポーツってまあ例えば今のそのコロナのこう状況の中とか、今お話を聞いた中を考えても、なかなかまだスポーツ界になってないんじゃないかなっていうのはすごい感じています。さっきからまあ実業界とかあの経済界とか、そういうこうあの言葉が出てきてますけど、やっぱりスポーツってまだやっぱり村 でラグビーもやっぱすごくそれが強いと思います。今でもまだ強いと思いますし、でそれがやっぱりすごくこうなんて言うんでしょう、大きく変わるきっかけをもらったのがこの間のワールドカップで、やっぱりこうラグビーってまだ競技人口10万人ですし、応援いただいてきた方っていうのは本当に100万人ぐらい、まあ人口の 1% ぐらいの方々にずっと多分見て支えてきていただいてたんですけど、ワールドカップの時にやっぱりこうあのたくさんの方に見ていただいて、なんかこうそういうこうチャンスをすごいもらって、今そのまださなかでそれを生かせなきゃいけないこう状況にあると思ってます。でそういう中でやっぱりこう、まあ、村から脱却することって多分すごくなんて言うんでしょう、あの嫌がると思うんです。なんでかっていうと、やっぱり村の中にいれば快適だし、ただやっぱりこうリーダーっていうのはその快適さを感じてしまったら多分きっと終わりで、やっぱりその不快な状況を何て言うんでしょう、あのまああのに対してまあ三谷さんのようにチャレンジできる、そういう人間でないとやっぱりこう組織も、あるいはそのまあ村がこう会に変わるような大きなことも多分できないんだなっていうのはまあつくづくこう思っています。なのでまあこう例えばあの今回そのこの、 あのプログラムの中でマインド変革っていうようなあの項目でこう書いてあったと思うんですけど、やっぱりその受けてらっしゃる皆さんだけじゃなくて、やっぱり例えば今で言えばラグビー協会で言えば例えば私とか、そういう人間がやっぱりこういつも快適さじゃないところで何か物事を感じながら行っている状況が続かないと、多分あぐらをかいてしまって組織として成長しなくなるし、リーダーとしても成長しなくなると、だからこそやっぱりこういうようなプログラムとかいろんなものを通じて、あのそういうやっぱりこう方々を作り出していくっていうのは非常にまあスポーツ界になるためには必要なことではないかなとすごく強く思います。ありがとうございます。まあ、村の中ではサッカーは大きな村ですよね。あのスポーツの中でも非常に大きな村だと思うんですけど、まあ、そのリーダーの田島会長は、まあ、なんていうか快適じゃないなって私は思うんですよ。まあ一つ何かやれば
ダメだろうとかこうだろうとかもうすごいですよね。よくいられるなって私傍から見ていて強いんだなと思うんですけど、今日はもうリーダーシップでいいことばっかり言ってもダメですから、リーダーになるっていうことは当然批判も受けるわけですよね、はい、でそういったものに対峙しながらどういうふうに舵取りをしていくか、うんうん、そのあたりちょっと田島会長から皆さんにお願いします。このリーダーシップとはこういうスポーツ界にはどういうリーダーシップが必要なんだろうかってこと、やっぱこれは今の批判に耐えうるその能力っていうのも必要だと思います。何とも思わないですってスルーしてしまうこともしなければいけない時があるし、逆にすごく気になって気になって些細なことが本当に夜も寝れない時とかもあります。ただ一つ自分は今回リーダーシッププログラムの中で小林泉さんに来ていただいて話してもらいました。やっぱりブレちゃいけない、変えちゃいけないもの、例えば私たち日本サッカー協会の理念っていうのはサッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造すると、そして人々の心身の健全な発達と社会の発展に寄与するってことを我々歌っている。そしてビジョンというのは我々あるべき姿で代表チームを強くしていきましょう、スポーツを文化にしていきましょう、国際貢献をしていきましょう、フェアでいきましょう、こういうあるべき姿、このことっていうのを絶対に僕らブレちゃいけないんですよ。リーダーっていうのはここがブレ始めてしまうとこうどんどんブレていく。逆に言うとリーダーってもしかするとこのことだけ大丈夫か大丈夫かって常に意識していれる人じゃなければいけないんだというふうに思ってます。これは川淵さんからも随分こういうことを学ばせてもらいましたが、これは多分スポーツ界だけのものではないなというふうには思っていますが、こういうリーダーシップ、それでなおかつその将来を見据えてなければいけない、ある程度気づいちゃってもう遅れてから対応しているようじゃ話にならない。でましてやこの女性のこういう活躍の社会を作ろうっていうのをやはりいろんな森さんの問題があったからやろうじゃなくて、やっぱり僕らはもうそれより先駆けてどんどんやっていくんだっていうぐらいの気持ちで逆にやっていきたいとは思ってます。僕はそういうところが僕はリーダーシップだというふうに思ってます。そうは言っても愚痴をこぼしたくなることとか文句を言いたくなることとか泣きたくなることとかあると思うんですけど、そういう時は田島会長はどういうふうに対処されておられるんでしょうか。そうですよね、本当に私も、もう家帰ってリラックスするのがもう一番ですね。それとやっぱり周りにありがたいことに日本サッカー協会、優秀な人材がいてくれて、それに対するサジェッションやサポートしてくださってるんで、そういう意味では感謝ですね。でも今はすごくいいあれだったと思うんですけど、一人じゃないんですよね、やっぱりサポートしてくれる仲間メンバー、それもそういうネットワーク作ること大事ですね。そうですね、はい、それはサッカー界だけじゃないネットワークもいますし、サッカー界の中にもいるし、SNS とかチェックするんですか。しないです。だってもうボロクソ書いてる人いっぱいいますからね自分に対して、ね、やっぱりもうがっかりするし、ただうちに当初来る人で記名できてる人はちゃんと返事をしなければ広報も通したりして、やってますけれども、無記名で来たりそういう、誹謗中傷についてはまた論外ではありますけれども、もうそこは気にしないように、読まないようにしてます。なるほど。ちょっと思い出したんですけど、川淵さんが何かの言ってらっしゃったんですけど、同じ悪口でも丁寧な言葉で言われると気候という機嫌になるとかってなんかすごく川淵さんそうだなと思って、全然関係ない話でした、申し訳ございませんでした。大したもんですよ、大炎上を毎回しながらちゃんとずっと書き続けてらっしゃる、ね、いや私も覚悟をなんか感じるところでございますが皆さんありがとうございました。すごくいいお話をですね皆さん展開していただいたんですが、ここからは、今日参加していただいている、この画面の向こうにおられる皆様から、質問をお受けしながらその質問にですねお答えするようにしたいというふうに思っております。
はい、すいません、ここでメディアの皆様にご案内させていただきます。メディアの皆様のご視聴こちらまでとなりますので、ご退出をお願いいたします。質疑応答ですが、受講者関係者の皆様とさせていただきますので、受講者の皆様はこの後プログラムが続きます。少々お待ちいただければと思います。メディアの皆様、本日ありがとうございました。ウィーリーグ応援よろしくお願いいたします。はい、それでは質疑応答に入りたいと思います。受講生の皆さんと、あと今日ご参加いただいている関係する所属組織であったり、はい、そういった方々もぜひ質問をお寄せいただければと思います。質問はチャットの方でお送りいただいて、こちらで時間の許す限りで選んで回答させていただければと思います。ですね、所属とあとどなたへの質問かがもしあればそれも明記していただけると助かります。ではぜひよろしくお願いします。はい、じゃあそのチャットが来るまでの間に一つ、はい、させてください。受講生から上がったものです。ちょっとどなたねってことではないんですけれども、トップに立ってよかったと感じたことはどんなことですか、はい、といった質問です。三谷さんお願いします。トップに立ってよかったって、いやどうですかね。今やっぱりまだ大変なことが多くって、ただ日々刺激を受けていることは確かなので、多分トップやってよかったなって思うのは多分やめてからだと思いますね。やってる間はやっぱりしんどいです。すいません。岩渕さんどうですか。はい、良かったかどうか多分10年か20年後にしか分からないんだろうなと思いますけど、毎日不快なことが多いのでそういう意味では良かったのかなと思っています。では私からポジティブキャンペーンを一つ私なんかの委員長とかはしたことあるんですけど、いいことは自分でスケジュールを決められる。私が出れないところには絶対会議入らないじゃないですか。だから自分でこうスケジューリングができるっていうのは皆さんいいですよ、ね、時間も決めれますし。はい、次いきます。次ない、まだ。じゃあ田島会長、トップに立ってよかったこと。そうですね、やっぱりチームが勝ってくれること、これはもう本当に自分がこのチーム、この編成であれば相手チームがこれだったら負けてもっていうような気持ちがあったとしても、やっぱり外のメディアの方たちの対応だとか周りのサポーターの対応ってあるんで、とにかく代表チームっていうのは勝ち続けなきゃいけないんだなっていうのは、これは相手がどんなチームであっても、だから本当に試合で勝った時はほっとします。1時間ぐらいは時間ぐらい。岡島チェア。はい、まだ私はそのチェアのポジションになって6ヶ月ちょっとなので大したことはないんですが、副会長に JFA の副会長になってよかったことは、これでも
ワールドカップの男子の方のワールドカップ、うん、私ずっと見てるんですけれども、うん、チケット取るの大変なんですよ、うん、でこれでもうチケットに悩まなくて済むっていうのがすごく嬉しく思いました。すいませんすいません、あの私理事なんですけど、私も見に行かせていただいて、これちょっと本当にその時はあの皆さんと理事になってよかったねって噛み締めました、やっぱりあれでもバスケット界でちょっと問題になっていて、はい、ワールドカップっていうとイコール男子の大会なんですよね、うんうん、でやっぱりウィメンズワールドカップって、うん、なんでわざわざ女子の大会をウィメンズってつけなきゃいけないのかっていうのは、うん、ちょっとこの間からセントラルボードの方で議論になってて、確かに、はい、だからこれもアンコンシャスバイアスですよね。アンコンシャス、はい、男子 の, あの日本サッカーの日本代表チームは、日本代表チーム、それから日本女子代表チームと言わなきゃいけないので、ウィリーグの事務局長であります江川純子さんが、なでしこジャパンなニックネームをつけましょうということで、うん、なでしこジャパンという名前になりました、うんうん、ありがとうございます。はい、では次の質問いきます。はい、失敗をしないとわからないことがたくさんあるというお話がありました。皆さんにお伺いします。何か失敗をして自分が変われた、成長した、また気づけたエピソードがあったら教えてください。じゃあ岩渕さんから。はい、あの、まあ、やっぱりこうプレイヤーとしては勝って反省できれば一番いいと思うんですけど、やっぱり負けた時に、あるいは指導者としても負けた時にやっぱりこう何か間違えてたということを抜本的に考えるきっかけになると思うので、やっぱりあの先ほどあの三谷さんからお話あったように失敗するということは決して悪いことではないというふうに思ってます。で、まあ、今あのこういうポジションをやらせていただいていて、でそれからはやっぱりこう逆に言うとそこで失敗してしまうとあの代表チームが負けるとかそういうことになるので、やっぱりあのなるべく早めに失敗をしといてよかったなっていうのはつくづく思っています。はい、三谷さん失敗って言うけどなんかしてないような感じするんですけど、なんかあるんですか？ありますよ、それはいっぱい。じゃあいっぱいのうちの2つぐらいお願いします。なんでしょうね、あの例えばもう高校1年の時に遡るんだけどそこに行くんですか？そうですか？例えばあのやっぱり怪我してそこからなかなか立ち直れなくて、でそれでそのままずるずるとなんか半年ぐらい、それもあの誰も知り合いのいない東京に出てきて、そんな状態ってちょっと結構メンタルやられて、で それがあったからこそ次怪我した時にあの怪我をしたことにくよくよするんじゃないって、早く治さないこと、早く治さない方がダメなんだっていうところにやっぱりちょっと転換できるんですね。あれだから1回目の怪我でくよ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 してて、で自分でももっと早く回復しなきゃ、カムバックしなきゃいけないって分かってるんだけど、どうしてもそこができなかったことがやっぱりその後すごく怪我に、あの偉そうに言えないですよ、怪我5回も骨折してるから。ガラスの三ツ矢って言われてますよね。そうそうそう、あの綺麗だからじゃない、弱いからだからその怪我に強くなったっていうのは1回目のすごいやっぱり失敗からだったなっていう、その自分がねちゃんとカムバックできなかった、だからそこはあります、うん、でもそういうことはね、ありがとうございます。くよくよするな。はい、次ありますか、はい、質問、はい、どうぞ。ちょっとリーダーに関連することなのですが、まだ、私はリーダーとして誰かを引っ張るという経験がありません。リーダーとして部下に接するときに心がけていることはありますか、うん、そのやり方はどのように身につけましたか。田島さん、田島会長、うん、はい、あの自分はあの今会長という立場でその上に、ま、上って言い方はおかしいけどあのいます。それその前監督っていう立場だったり、いろいろやってきましたけれども、今その上っていう言い方じゃなくて、僕らその三角形のあれは逆にしようよっていうのは僕ずっと言ってきたことなんですね。やっぱり一番下からものを見るっていうようなこと、そしてそっち、特にサッカーってピラミッドみたいな形になっていて、なんか代表や日本サッカー協会が一番偉いみたいなことをかあの考えがちなんですけど、そういうことを思わずちゃんと下 の, あのいろんな方たちの意見を聞こうということは常にあの思ってます。そして絶対選ぶらない、威張らない、もうこれだけはあのこれ僕は自分が人としてリーダーとか関係なく人としてその気持ちは常に持たなければいけないと
思っています。岡島チェア、何かありますか。そうですね、私はリーダーとして、一番長かったのがメリーランド神奈川姉妹衆委員会の委員長というのを15年ぐらいやってました。でその時はやはり先ほど田島会長も言っていただきましたけれども、ぶれないこと、その必要な目標、それはその姉妹衆委員会であれば日米で、メリーランド州と神奈川県が仲良く共同でいろいろやっていって両方 その市民がにメリットがあるというものなんですけれども、そこをぶれないことがやっぱりすごく大切で、それに向かっていけば皆さんついてくるというか、その下の人も納得していただける。で、それはやはり私の場合は自分で率先してやっていく。でもちろんデリゲーションといって人にお願いすることも大切なんですけれども、自分が考えてやらなきゃいけないことはまず私がやって、他の方にその助けをしていただくというところで、自分でやりながらも、できないところってか弱いところを見せるっていうのもちょっと大切だったかなというふうに考えています。そうすると他の人が助けてくれるという感じです、うん、ありがとうございます、はい、三谷さんにちょっと伺いたいんですけど、はい、なんて言うんでしょう、先ほどの 会社の社長さんになられた、うん、あるいはバレーからバスケに来た言い方が適切かどうか分からないですけど、なんでお前が来たんだみたいな、うん、すごい不適切。そうですね。そういう、こう雰囲気が、ね、ある中でのリーダーってすごく大変だと思うんですよ。それこそなるべくしてじゃないだろうっていう、うん、そこをどうやってまとめたのかっていうのをちょっと聞きたいんですけど、ですね、本当今おっしゃったチアもそれから会長もおっしゃったことと同じなんですけど、うん、やっぱりね、別に社長だから偉いわけじゃなくて、うん、やっぱり一人一人の社員があって、で一人一人のやっぱり選手登録してくださっている方があってこその協会だし、そのための私たちは奉仕をする人間のたまたまトップなだけですよね。だからやっぱり謙虚さって必要だし、それから人を引っ張ることがリーダーではなくて、私はそのいかにこう支えてもらうかとか、それから助けてもらうかっていう、だから本当にチアがおっしゃったように支えてもらえるように、もう私できません、ここ分からない教えて、分からない教えてって言った人に意地悪はしないから、本当にそうです。だからごめん全然分かんないって言って、バスケットのルールもから用語も分かんないんです、私だから教えてって言うとすごい丁寧に教えてくれて、ここ見るといいんですよって本当に言ってくれるから、知ったかぶりしないから分かったふりもしない、あ同じか、うん、だからできないものはできないって言っちゃった方がすごく楽です、うん、でも簡単そうで難しいところでもありますね。そういうこう、うん、ポジションを得てしまうと、なんかそれって指導者も同じじゃないですか、うん、分かんないって言えないみたいな、なんかそういうところすごくありますね、うん、指導者って、トップもそうなんですけど、うん、やっぱり一番大事なのは聞く力、傾聴力だと私はすごく思ってて、うんうんうん、その人が何をこう言いたいのかとか、それから逆にやっぱりそういう選手を育てることも大事だと思ってるので、話す力も大事なんだけど聞く力も大事だと私は思ってます。そうですね、皆さんそうですよ、大丈夫ですか、聞く力です。はい、次お願いいたします。はい、岩渕さんにお聞きしたいです。はい、女性理事を最初に見つけるときに具体的にどのように見つけたのでしょうかというご質問です。岩渕さんが見つけたかどうかは分かりませんがね、どういう観点とかね、はい、はい、私が見つけたのは、今その2人から5人に変わる時のタイミングなんですけど、うんうん、実際の方法論としては、2人いる理事の方にまず理事の人間に紹介をしてもらうということ、うんうん、それからそれ以外の、女性のラグビー界以外の方に、お話しに行って紹介してもらう、そういう方法で実際には今の理事それから3人増えたんですけど、うん、そういう方、そういう人間に入ってもらいました、うん、でラグビー協会も2021年今度の6月にまた改選なんですけど、うん、今の理事の中で話を聞いたり、うん、あるいはそれ以外の人間にも話を聞いて、うん、また数人、女性に入っていただくということで今進めています。ありがとうございます。
はい、じゃあ続いて、ちょっとまた趣向が変わりますけれども、皆様に質問です。どのような媒体から知識や情報を入手していますか。インプットアウトプットで意識的にされていることはありますか、というご質問です。大丈夫ですか大丈夫ですか、お答えの準備大丈夫ですか、田島会長、はい、お願いいたします。媒体、まあ、もちろんさまざまな雑誌新聞もちろん読むようにしています。これはもう普通の一般紙からスポーツ紙、さまざまなもの、それともちろん翻訳してありますけど海外のものとかもなるべくにサッカーに関わるものには目を通すし、あれってサッカーに関わってないけれどもキーワードがこうたまたま自分の頭の中のキーワードと一致したものに対してはしっかりその辺は読むようにしています。で、まあ、本屋なかなか行く暇ないんですけども本屋に行ったらやはりいろんなところの分野の本をもちろん自分の趣味や娯楽のために読む本も買いますけれども、そういう本にも目を通して、買った本が今読まずにこれぐらい積まれていますけれども、基本は残念ながら昔流というか文字からそういう媒体から入ってるっていうのは今自分はそうですね。小町町はどうですか。はい、私はもう活字が、まあ、昔からとても好きで、本が中心なんですね。で本ですとやはり自分が興味のある分野のところを集中して探すことができるので、実はこのウィリーグのチェアを引き受けてからスポーツマネジメントについての本を15冊ぐらい読みました。一番役に立ったのは実はやはり川淵さんの J の履歴書という本で、それはもう線を引きながらで、ポストイットでマークしながら読み込みました。であとはやはり最近ですと YouTubeYouTube でもいろんな話題がありますよね。で YouTube のいいところはその集中して、まあ、本を読むのはやはり集中しないといけないと思うんですが、 YouTube はとりあえず流しておいてで耳で入ってくる情報を聞けるというところ で中には私が結構好きなのは、高校の後輩でもある中田敦彦さんの YouTube 大学というものなんですが、本を読んで彼が本を読んでまとめてくれるんですね。でその本は私も読んだものもあり、これから読もうと思うものもあるんですけれども、その非常にやっぱりまとめてくれる1時間2時間で全部わかるというところが気に入っています。ありがとうございます。岩内さん。はい、私ももともと活字の媒体をよく、読んでいるんですけれども、最近はなかなかできないですけど、やっぱりそこでこういろいろと知ったこととかを、まあ、直接その人に会いに行って話を伺ったりとかっていうのが、まあ、一番やっぱり直接的に入ってくるので、特にまあ教科の責任者をしているときはやっぱりそのいろんな競技のあるいはいろんな国の、まあ指導者ですとか教科の責任者に話を聞きに行って、直接話を聞きに行って、まあ、いろいろとやっぱり実際の声を聞けたっていうのは一番自分にとっては大きかったなと思っています。ありがとうございます。三谷さん。はい、私もやっぱりその本っていうのが情報源であることは多いです、うん、あとはもう一つはもうちょっと今できないんですけど、うん、そうトップになってよかったなと思うことの一つ、会いたいと思う人に結構会える、うん、だからそこはそういった方々との会話によってかなり情報量は多岐にわたって増えていったなっていうのと、それからテレビの番組あるじゃないですか、うん、情報番組じゃないやつ、報道番組で、うん、でそれを、別に私は家にいてコメントしてる、あでコメントするためにちょっと勉強しなきゃいけないので、そういうちょっとなんかこういろいろ突っ込み入れながら、うん、やってると一人で、そう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 、一人暮らしだもん。そうですね、だから副音声かなんかで流していただきたいですね、うん、だからそうするとやっぱこっちも勉強しなきゃ言えないので、これなんだっけっていうのが分からないとあれなんで、そこでやっぱり後に情報を仕入れに行くっていうのも今やってます。さすがですね。皆さん分かりましたか。私はもうメディアがいないから申し上げますけど、韓国ドラマを見てこのね人間のこのドロドロとしたこの状況を見ながら、あ
組織っていうのはこうなってるんだと、こうやって足を引っ張られるんだとかって思いながらですね見てますので、 1.5 倍速ぐらいで見ても大丈夫ですから皆さん。で年取ってくると、目が悪くなって、活字を読むのがだんだんこう辛くなるんですよね。すいません、無駄な情報でした。では次お願いいたします。はい、プライベートと仕事のバランスはどのように考えていますか。昨今ワークライフバランスと言われていますが、リーダーになると24時間リーダーであることが求められるようなこともあると思います。休みの日でもイベントに参加しなければならなかったり、ステークホルダーとの関わりだったり、クレーム対応だったり、部下からの相談だったり、やっぱり24時間働けますかなのでしょうかと感じることがあります。これは結構大変ですね、田島会長。はい、まさにそうですね。そうですね、まあ、24時間対応する準備は常に持っています。そうでなく、自分はそうありたいというふうに思ってます。まあ、今までの一番その反省っていうか、まあ、皆さんもうオープンにはなってることなんですけども、オシムさんが監督の時に深夜早朝に僕のところ電話かかってたんですよ。それを僕気づかずにまあ、サイレントモードにしてた。でその時に、で朝別のとこから家の電話にかかってきて、やっとそれを気づきすぐに対応したわけです。もちろんその時にはすでに病院に行かれたりいろいろされてたわけですけども、あの時はなんかすごく、なんて言うんだろう、ああしまったなっていうそのことを思いました。でこれはもうメディアにも伝えて、もういますし、それからオープンにもしているんですけれども、あそこでじゃあ取ったから自分が何かできたかっていうのはちょっとそれは分からない、だけどこういう一大事の時に真っ先にそういうものを知る必要があるなっていうのは、それを機会に、だからもうスタッフから深夜にメールが届いたりするしますよね。海外にいたりしたら、特にそれにもなるべく返すようにす、もう速攻ですぐ返すっていうのは自分の主義にしていますね。今大変だって思うことありますか。そうですね、どうでもいい返し方のように思われてないかなとか、ね、雑談ね、ありがとう了解とか言ってパッとこう返したり、決してそうじゃないんだけど、いろいろいっぱいあるからそうやってどんどん返していくんですけど、そうですね、うちの息子はそうですよ。3つ聞いてるのに了解しか返ってきませんからね。そうですね。三谷さんいかがですか。そうですね、本当に、ね、悪いニュースって意外に日曜日の夜かかってくるんですよ。あ、そうですか。もう本当にこれは逆に会長にもお世話になった例のジャカルタの、あのニュースが日曜日の夜だったんですよね。でそこから対応するのが大変で、だからあんまりやっぱり日曜日の夜だからといって何もないってことはないですし、まあ今回も年末の高校生の大会、やっぱりかなり感染症の問題でもうバタバタしてましたし、12月31日の深夜までやっぱり今ズームで会議ができちゃうので、もう本当にだからそうやって、まあ、休みと言ってもいつ何時だからもう常に携帯は自分のこの辺に置いて寝るっていうのはもうしょうがないですね。それはもう大変だって思ってもしょうがない、なんか気分転換とかそういうなんかそういう緊張感との付き合い方、飲む飲み会、今だから今できないから大変ですね。はい、今度ズームでお願いします。岩渕さんいかがですか。はい、今お二人からお話しあったように、やっぱりなんかその静かな時がそんな続くとは思わないようにやっぱりしてます。はい、ラグビーもその、まあ、トップリーグっていうのが、本当に正月ぐらいの時に、まあ、急遽その、まあ、陽性者がたくさん出てできなくなるっていうのも、まあ、やっとできるって静かな状況だったのに、まあ、大学選手権とか高校のラグビーもうまくいったのにこう、まあ、急にやっぱり来たりとかするので、まあ、本当に、まあ、静かな時がそんな続くとは絶対に思わないと思いながらずっと過ごしてます、はい、でも何かあると俺の腕の見せ所だみたいなが感じる時はありますか。いや、ただ今例えばラグビー協会の中でトップリーグっていうのは実はチェアマンっていうのがいて、チェアマンがまあ、リーグの総責任者なんですけど、
今回そのいろいろと延期だったりとか、その時にもですね、私が本来出なくてもいい立場だったんですが、それはそのチェアマンとも話をして私が直接出ることにしたんですね。でそれはもうやっぱり何かっていうと、やっぱり総責任者として出た方が出るべきだという判断から出たんですけど、それはやっぱり昨年もトップリーグがコロナウイルスの影響で一番最初に多分中断したリーグだったんですけど、その時に私は出なかったんです。で先ほど田島会長がおっしゃられたように、その時やっぱ自分がやっぱ出るべきだったなっていうのをずっと思っていて、やっぱそういう時こそやっぱりいい時じゃなくて、やっぱり悪い時こそ自分がやっぱり出る必要があるというふうに今は思ってやっています。岡島チェア、もう2つ返事で引き受けたこの仕事だけれど、やっぱりやんなきゃよかったなとか、それはないと思うんですけど、でも思ってたのとやっぱり仕事量が全然違ったり、うまくいかないこととか、いろいろ今もう真っ只中だと思うんですが、いかがですか。はい、思ってたのと違うというのはすごくいろいろありまして、で 今日本に東京で、マンスリーマンション、小さなマンションを借りて、1ヶ月半から2ヶ月ぐらいいます。でアメリカに帰れば、家も広いし、猫もいたり犬じゃない、ごめんなさい、夫がいたりすいませんすごい受けてますよ今めっちゃ受講生の方から受けてます、はい、夫と息子が家にいるので、いろいろ話がしたり、夜、話をしたり、一緒に食事をしたり、あと私やっぱり料理が好きなんですよ。で今すごくキッチンがちっちゃいので料理ができないっていうのは結構ストレスになっているところがあります。で、日本にいるともう本当にやはりずっと朝から夜まで、それはもう全然問題ないんですけれども、アメリカにいるときは夜中に会議があるっていうのがちょっと午前1時とか2時から会議があるのを除けば、普通の時間は、皆さん寝てらっしゃる、お休みの時間に、アメリカとは14時間の時差がありますから、反対に、朝ゴルフに行ったり朝ヨガをしたりというところが息抜きになっていると思います。ありがとうございます。本当にこのメンバーでですね、大変貴重なお話をいただきまして、特に、受講生の皆様には力づけられたり、そうだと、腑に落ちたり、いろんな、学びがあったんではないかなというふうに思っております。私の拙いちょっと仕切りだったので、もっともっと皆さん の引き出せる部分があったのかなと反省をしておりますが、もう時間になってしまいましたので、最後に、お一言ずつですね、このウィリーグに向けて期待すること、そんなところで話を締めたいというふうに思っております。三谷さんからお願いしていいですか。はい、ウィリーグ、ぜひそのサッカーだけにとどまらず、女性の本当に世の中で活躍できる人たちを育てる、そういうふうな組織であるということを念頭に置いて、でサッカー人を育てるのではなく優秀な、人材を育てるというふうな、気持ちでぜひ、頑張っていただきたいと思います。我々バスケット界も頑張ってこういう会議をしたいと思います。今日はありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。岩渕さん、お願いします。はい、本当に、ラグビー界もですね、今ようやくこう女性の指導者とかスタッフとかレフリーとか、いろんなところでいろんな女性が活躍できるようになってきました。で先ほどからこう、三谷さんのようにバレーボールからバスケットボールとかっていう話もありますけれども、ぜひウィーリーグで皆さんが活躍されてラグビーに来ていただいて、ラグビー界をもっと大きくしていただいたり、あるいは逆にラグビー界で活躍している人間をですね、ぜひ受け入れていただいて、一緒になって我々もぜひとも成長していきたいと思っております。皆様これから多分大活躍されると思います。ぜひまたどこかでお会いできればと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。岡島チェアお願いします。はい、本当に今日は皆さん豪華メンバーのシンポジウムに参加していただき、参加者の方どうもありがとうございました。山口理事もこんなに素敵な司会というかファシリテーターをしていただいて大変感謝しております。ウィリーグは、やはりこれから目標とするのは観客5000人、将来的にやはり
工業的に成功させていかなくてはいけない。そのためには会場に観客を呼んでこなきゃいけないで、今いるファンの方だけでなく全く新しいサッカーを見たことのない方々にも来ていただかなくてはいけないので、その辺ぜひ各皆さんが住んでらっしゃるところ都道府県に声をかけていただいて会場に足を運んでいただきたいと思います。それはもうバスケットボール、バレーボール、ラグビー、その辺皆さん の全くサッカー見たことのない方にも一度だけは見ていただきたいと思っておりますので、どうぞ応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。田島会長お願いいたします。はい、本当に今日はありがとうございました。山口理事、本当ありがとうございます。困難な時こそ人は育つと思ってます。こういうコロナの中で我々が日本サッカー協会でやってる時に本当に頑張ってやってる人たちってのはやっぱ伸びてってます。そういう意味では皆さんこれからいろんな困難なことに遭うと思いますけれども、逃げないでください。逆にそういうところにどっぷり突っ込んでいくような気持ちで、いけば間違いなく皆さん自身が伸びていく。先ほど失敗から学ぶってことを三田さんとおっしゃいましたけれども、まさにそうで、失敗を恐れずに皆さん飛び込んで問題解決に、全力を尽くしてください。そうすれば自然にリーダーとしての資質がついていくんだというふうに思います。頑張ってください。ありがとうございました。私JFA の理事会でですね申し上げたんですけれども、この女子サッカーの WE リーグが失敗するということはもう女子スポーツが失敗するに匹敵すると申し上げて、もうこれはやっぱり何としても成功させなければいけないと私自身も思っています。皆さん不安もたくさんおありだと思いますが、今日ここに、パネリストとしてご参加されていただいた方々はみんな応援団ですから、みんな後ろについてますから、失敗を恐れることなくですね向かっていっていただきたいと思いますし、みんなで WE リーグそしてスポーツ界を盛り上げていきたいなと思っております。今日は本当に貴重なお話を聞かせていただきましてありがとうございました。また皆さんこれからのご活躍を期待しております。以上とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。